丸の内駅は愛知県名古屋市の各丸の内2丁目にある名古屋市営地下鉄の駅である。鶴舞線と桜通線が乗り入れる。鶴舞線には T06、桜通線には S04 の駅番号が付与されている。鶴舞線は伏見通りの下を南北に、桜通線は桜通の下を東西に走り、駅はその交点である日銀前交差点付近に位置している。 両線のホームはそれぞれ離れた場所に位置し、乗り換えには5分ほどの時間を要する。また改札内の乗り換え連絡通路にはエレベーターが設置されていなかったが、2018年11月1日から運用を開始した。改札内連絡通路と鶴舞線ホームは、エレベーター1本で連絡しているが、桜通線ホームとは2本のエレベーターを乗り継ぐ形になっている。また、 鶴舞線と桜通線の乗り換え駅は、他にも5基礎駅が存在するが、こちらは当駅とは異なり、短時間で乗り換え可能である。当駅は桜通線駅、ストム区今池管区駅が管轄している。両線ともに島式ホーム1面2線を有する地下駅で、いずれも有効長は20メートル車8、両辺成分である。桜通線のホームには、可動式ホーム柵が設置されており、 青色のアクセントカラーが配されている。なお、同ホームは、地上から約24メートルの深さに設置されており、名古屋市営地下鉄では最も深い位置にある駅である。両線の間には連絡線が設置されており、桜通線の駅東側にて、本線の南側にある側線からスイッチバックする、線形を取り、鶴舞線の駅南側とを結んでいる。 桜通線の車両は、検査や整備の際、この連絡線を経由して、日清工場へ改装される。また、両線の駅を結ぶ連絡通路のうち、改札外連絡通路は、この連絡線の直上を沿うように設けられており、線路と同じ緩やかなカーブとなっている。鶴舞線の伏見寄りにある、片当たり線は、桜通線への連絡線が開業したのと同時に、 設置されたもので、2017年に浅間町駅で人身事故が発生して上、小台方面が普通になった際に当駅で赤池方面への折り返しにも使われた。また、この連絡線から鶴舞線ホームを挟んだ反対側にあたる北側には構想されていた7号線と接続するためトンネルの分岐が用意されており、補線用の資材置き場として利用されている。 鶴舞線北改札街にコンビニエンスストア、セブンイレブン名古屋地下鉄丸の内駅店がある。また、桜通線ホームには2017年7月18日より、ローソン名古屋地下鉄丸の内駅店が設置されている。2019年3月14日に、7番出口付近に、北改札と地上を直結するエレベーターが運用を開始した。利用客数は、鶴舞線の駅の中では、 伏見駅、上前津駅に次ぎ3番目に多く、桜通線の駅の中では、名古屋駅、久屋大通駅、今池駅に次いで4番目に多い。以下は、乗り換え人員は含まない。丸の内のオフィス街駅直上の十字路。四方とも歩道橋で結ばれている。詳細は、丸の内を参照。周辺は、桜通や伏見通いを中心に、中高層のオフィスビル等が立ち並ぶ。 業務高度商業地区である。最寄りのバス停は、名古屋市 A バスの桜通り、福島と桜通報町である。地下鉄と並行しているため経由する路線は少ない。当駅から北へ、約500メートルほど進んだ場所にはかつて名鉄瀬戸線、堀川駅が存在した。ありがとうございます。